昨日は皆さんサムネイル公演ありがとうございました。なんと約1年ぶりの出演になってしまって、いや本当に大変長らくお待たせいたしました。そしてなんと昨日が私にとってチーム4のサムネイル公演が千秋楽だったということで、はい、あのチーム4の本当の千秋楽にね学校があって出れなくって、なので昨日が私にとっては最後のチーム4サムネイル公演でした。ありがとうございました。いやーもう本当に約1年ぶりということでね、もうほぼ振り付けも覚えてないぐらいで、もう一から自分で起こしたんですけれども、はい、本当はねもっとチーム4のサムネイル公演出たかったんですけれども、やっぱり公演って平日にあることが多くって、そうなかなか出れなかったんですけど、でも千秋楽前には絶対出たいなと思ってたので叶えられてよかったです。で昨日ね久々に出演ということで、本当にチーム4の先輩方がめちゃめちゃお優しくて、始まる前とかに近くに来てくださって、久々だねみたいな、今日一緒に出れるのすごい嬉しいって言ってくださって、で多分初めて一緒に公演に出る先輩が結構多くって、だからとても喜んでくださっていろいろお話ししたんですけど、本当にお優しいんです。で、まあ、夜公演始まって先輩方と一緒に絡む時に皆さんが笑顔で迎えてくださったりとか、こんな幸せでいいのかなと思って、すごい終わるのが寂しくなっちゃったし、っていう感じ。そうで特にね皆さんがボディータッチボディータッチっていうのかな、なんて言うんだろう、あのハグしてくださったんですよ、たくさんね。例えばですけど、翼はいらないが特になんですけど、そうこうやってね腕を広げてくださったんですよ。もうやばいじゃないですか、その時点で。私はもう躊躇なくもう胸に飛び込んでいったんですけど、そう抱きしめてくださって、で頑張ったねって言ってくださって、すごい思いやりがすごくて、だから本当に昨日のサムネイル公演で改めてチーム4になれてよかったなって思いましたし、そう本当に恵まれてるなって思いました。泣く予定はないんですけどね、そうそれぐらい初の兼任先で不安もいっぱいあったんですけど、なんかその不安が一瞬でなくなるぐらいチーム4の先輩は本当に優しくて、もう尊敬するとこばっかりで、私が地元から通ってるからレッスンに参加できなかったりとか、もうたくさん迷惑をおかけしちゃったりしたんですけど、そんな時でもね、私が途中から参加になった時でも皆さんが温かく迎えてくれて、ひゆかって言ってくださって、だから私はもう皆さんの優しさのおかげで昨日もねステージに立てましたし、私はチーム4で良かったなって思いました。だからね、私がこの1年間チーム4になったから、もうそういう素晴らしい先輩方の姿を見て私もこうなりたいなとか憧れましたし、お手本のような方ばっかりで、私自身もたくさん成長できたなって思います。
そうだから私もね、そういうチーム4の皆さん、先輩のようなかっこいい先輩になりたいなって思います。